どうも、アップダウンの阿部裕樹です。さあ、今回もやってまいりました、竹森匠の絵を描いて歌ってみたを描き直してみた。今回は紅の豚。前回はですね、同じジブリ作品の魔女の宅急便でしたけども、今回も素敵な映画ですね。これも本当に映画も素晴らしいですし、この歌もいいですね。竹森くんが歌った歌もですね、非常に素敵な歌声で良かったんですけども、やっぱり絵が、とりあえずこちらをご覧ください。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね。はい、竹森くんの絵を描いて歌ってみた紅の豚をご覧いただきましたけども、いやーね、歌はいいですね。絵ですよ。手がペラ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 ですよね、これ。あとこれ乳首ですよね、明らかに。裸にロングコートにサングラス、変質者の出来上がりです。であとこの飛行機のところのこの矢印とかいらない。これセリフに至ってはね、飛べない豚は食用の豚だって、これもふざけてますね。もう絵が下手とかそういう問題じゃないですもん、これは。であと一つね、間違いがちなのが、飛べない豚じゃないですから。これ紅の豚の正しいね、セリフは、飛ばない豚はただの豚だ。もっと正確に言うと、飛ばねえ豚はただの豚だ。飛べないと飛ばない、これ全然意味が違いますからね。飛べない豚っていうのはもともとできない、飛ぶことができない。飛ばない豚っていうのは飛ぶことはできるけど飛んでいないという状態、これ全然意味が違いますからね。飛ばねえ豚はただの豚だ、間違いないように。というわけで、紅の豚、こちらを書き直してみました。ご覧ください、どうぞ。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね。